このね、隠れ場所、めちゃめちゃ良くないですか。ほら、もうなんか、こっから見たらさ、ほら、サクッと隠れて割とね、わかんなくない？どうも、そうです。ということで、今回もスプラトゥーンクラブやっていきましょう。いつも通り僕が鬼で始めていこうかなと思いました。今回ね、アンチョビットゲームズということで、やっていきましょう。そして今回使ってみるのはこちらですね。オーバーフロッシャーデコ、使っていこうかなと思います。いやー、久しぶりにオーバーフロッシャー使うの。なんかさ、この間動画でさ、オーバーフロッシャーを縄張りとかガチマッチで使ってるやつは、全員下道とか言って、いう動画をね投稿したら、なんかそういうことやめてくださいってコメントがついたんですけど、下道だと思います。さあ、そろそろ始めますよ。行きましょう。ゴーということで、もう初手すぐ9番も使う、初手すぐ9番も使う。こういうとこいそうじゃない？この上とか、この上とか、あ、いないかな。いないっぽいな。あ、いないっぽいな。全然狙われてんのこれ。あ、でここ怪しいぞ。いや、オーバーフロッシャーの強いところって、めっちゃ偏差打ちができるところだよ、本当に。なんか、どんだけなんか敵が高いとこいてもさ、こうやってったらすぐ当たっちゃうじゃん。いやー、強え、マジで。オーバーフロッシャー、僕、もう使おうかな、俺バトルでも。ちょっとガチマッチとかでも。いや、でもね、なんかさ、オーバーフロッシャーってさ、急に近づけられるとね、ちょっと困っ、あー、スプリンクラーつけちゃった、ごめんね。オーバーフロッシャーって急に近づかれるとね、対応できないよね。だから、ちょっとそこら辺はちょっとあれね、大変。ちょ、インク管理が難しい、マジで。待って、ちょっとどうしよう。スペシャル、オッケー、スペシャル止まった。いやー、ちょっとスペシャル溜まらない、遅いね。じゃ、9番もピッチャー結構強いかなと思ったんですけど、思った以上にスペシャル溜まるの遅くて、ちょっとびっくりしてるわ。まあ、とりあえずね、あ、そう、今回もね、スペシャル、おお豚豚を倒しました。豚を倒しましたよ。オッケー。いや、まさか豚もスプラトゥーンやってると思いませんでしたね。豚さんで倒しました。あそこのちょっとビーコンは壊していきましょう。9番もピッチャーです。しっかりのビーコンは壊していきますよ。で、ここ怪しい。あ、どうしよっか。こことか、ここ乗ってな。いっか。いるとしたらもうここら辺かな。あと残り1分40秒です。いや、どうなんだろう。存在するのか、ここら辺にも。いや、でもさ、そうそう、今思い出したけどさ、そうだよ。ちょっと、ここのさ、上ここもさ、登れるんだよね。このガチホコのマップ。じゃ、ここ怪しいわ。ここ。ここ怪しいから、ここ行くわ。あ、で、ここの間とかさ、あ？なんで、絶対豚だろ、絶対お前。豚だろ、お前。豚だろ、お前。豚でした。どこにいるのかな？ここら辺とかかな？いるとしたら。あ、いた。あれ？あ、いた。KS さん見つけました。いいよ、いいよ。あと残り2人だね。いや、これ全員キルしたいな。ワンチャンできるかね、全員キル。さあ。諦めずにやっていきましょう。いや、残り時間1分って結構長いからね。さあ、でもいるとしたらどうなんだろう。ここら辺には、この、まあ、この、ここにはいないか、このね、スポンジにはいないから。やっぱリスポン地点の近くな、いるとしたらね。リスポン地点の近くだろうな。ここか、よいしょ。さあ、ここの、ここもしっかり乗っていきますよ。さあ、9番も、9番も使いまくりますからね。なんか、あ、上にいる。何やってんだ、あいつら。ここ。あー、でもさ、いないのか、ここ、リスポーン地点の近くには。え、どこだ、いるとしたら、マジで。全然見当たらない。全然見当がつかないぞ。この上？この上にもいないか。え、どこだろう？待って、考えろ、マジで。あと、塗ってないところってどこだ？塗ってないところは、全然思いつかない。あ、待てよ。いや、そんなことはない。え、ここか？ここか？もしかして。ここっぽいぞ、なんか。ここっぽいぞ、なんか。待って、ここっぽい。ここっぽい。え、やばい。誰か。倒してくれ！いなかったー。さあ、と答え合わせやっていきましょう。僕が見つけなかった方が、マロンチーヤさんと、あゆえおにぎりさんだね。二人見つかりませんでした。どこにいたんだろうな。割とね、塗った気がするんだけど、さあ、二人ともどこにいたんでしょうか。ここの、二人とも同じとこ来るって言ったもしかして。うわ、待って待って待って。ちょっと怖くなってきた。うわ、うわ、うわ、何それ、二人ともなんか同じ、なんかほぼ、二人とも近くで見ちゃう。え、何？恋人同士ですか？あなたたちは。え、なんかここ塗った気がすんだけどな。あれ？隠れてる側のさ、この場所は塗ってなかったっけ？僕。うわぁ、そっか。ここにいたんだ、二人とも。あゆえおにぎりさんと、マロンチ。あゆえおにぎりって言いづらいな。ちょっとおにぎりさんの準備はよろしくね。うわぁ、アンチョビットゲームズ。このね、動く床のところ。これちょっと要注意の場所だね、ここマジで。ちゃんと見なきゃいけないな。で、見つかった二人はね、なんかお散歩してますね、ずっと。よーし、というか、アロワナモール2回戦目ですね、やっていこうかなと思います。僕ね、アロワナモールのね、めちゃめちゃ強い場所ね、見つけちゃったんだよ、最近。ちょっとね、それみんな今回ね、みんなに教えていこうかなと思います。どこかっていうと、このね、リスポーン地点出てすぐ右のところだね、ここのところ右出て、
この場所ね。この場所いいよ、めちゃめちゃ。ね。何？な、何今の、何今の、ちょ、怖い。だ、何今の、よいしょ、来た、これゆっくり。待って、この、なんか、ここの、ふっ。で、フェンスにこんな感じする。そう。この位置。この位置がいい。そう。このね、見てください。完全にイカちゃん、タコちゃんか、今。ごめん、今タコちゃんだったわ。いやね、これ見て、タコちゃん完全に浮いてんだよね、これ。あと、いや、タコちゃん感じに打っておりますけども、てか車通ってますけども、いや、皆さん、ソニックヘッジホックっていうゲームわかりますか？もうソニックってキャラクターが出てくるゲームなんだけども、有名だよね。それね、ソニックがね、空中に浮くんだよね、あのゲーム。もうそれだね。まさに、ソニックヘッジホック作戦。全然ソニック関係ないけどね。もうソニックヘッジホック作戦と言います。もうソニック、長いね、ソニック。やめとくわ、やっぱり。このね、隠れ場所、めちゃめちゃ良くないですか？ほら、もうなんか、こっから見たらさ、ほら、サクッと隠れて割とね、わかんなくない？さあ、ここにね、隠れていこうかなと思います。よろしくお願いします。3、2、1、5ということで、お兄さんが動き始めました。こっちにね、ビーコンあるんだよね。このビーコン壊されちゃうかな？あ、壊されちゃった。まあ、ですよね。さあ、お兄さん、ここら辺まで来ました。これ、豚さん、やばくないですか？大丈夫かな、豚さん。おっと、ここから見えないなというか、ここから見えるわ、ちょっと。お兄さん、あれだな。なんか若葉、ああ豚さん死んだー。お兄さん、若葉シューター使ってる珍しいね。あ、飛んでった。マラノさんが飛んでって別のところに。さあ、あ、こっちにいるのか。リスポーン地点のすぐ近くだね。お兄さんはちょっと真ん中あたりのところで塗ってますけども、あ、ちょっと待って、こっから来るな。待って、こっから来るわ。いやいや、来てる。だから僕はそれずっと見てますよ、お兄さん。さあ、あ、なんかここら辺塗ってなくね？みたいな。ここら辺塗ってないなーって なってるだろうね、多分。全然塗ら、なんか今回みんな塗らないからね、僕もそうだけど。全然塗られてないんだよね、マップ。まあ、今ね、KS さんとマロンさんと僕のね、3人が生き残ってますけどもね。その KS さん大丈夫かな？あの残り、もう1分切ってるね。さあ、もうこのまま終わってほしいところだけど。あー、これ KS さんやばくないか？あ、これ多分 KS さん倒されたな。あー、ははは。倒されてる KS さんが、で、あと残り僕とマロンさんの2人でございます。さあ、お兄さんここに来るかどうか。いや、でも時間的にちょっと厳しそうだ、お兄さんこっち来るの。これ、価値格か、これ、もしかして。お兄さんはどこ塗ってんだ？あー、ここのビーコンだね。このビーコン多分壊されるよね、これ。あー、壊されたね。で、あとは、でもお兄さん結構塗るのうまいね、普通に。塗りが丁寧だわ。さあ、うわ、うわ、見て、お兄さん。なんか上の、真上塗ってたけど、なんだ？真上にいると思ってたかな。さあ、10秒カウントが始まってしまいました。お兄さん来る？今どこにいんだ、お兄さん。全然わかんないけど。まあ、僕は勝ちということで。ありがとうございまーす。さあ、落ちるんかーい。さあ、ではコンブトラックやっていきましょう。ラストの試合でございますよ、皆さん。いやー、これさー、なんか前もやったよね、コンブトラック。なんか最近やった気がするけど、まあいいか。なんか最近やってたら、この岩のところでくれたら強いね、みたいな話した気がするんだけど、まあいいや。さっきね、アロハの見つからなかったんだけど、全然塗らなかったんで、もうラスト、今回はね、ちゃんと塗りたい。さっきのアロハのモールの試合全然塗れてなかったからね。もう今回ね、もう僕、本気の塗りを見せるよ、みんなに。本気の塗りをね、しっかりとね、見せていきたいなと思います。とりあえず、スペシャル使って、インク溜めつつ、こんな感じでビーコンもしっかりと隠しますよ。さあ、さっきの僕とは全く違いますからね。しっかりとね、こう、最強の僕をね、ちゃんと皆さん、活目してくださいね、活目。さあ、いや、でもね、どこ隠れるか迷うよね、このマップ。マジで。待って、ここ、いや、ここの塗、ここに隠れるとか、あえて。いや、これは見つかる。これ見つかるわ、ここ。あと、いとこに置いとくか、ビーコン。この間は、ここのね、インクレールの、ここの何、隙間にくれるのすごい強いんですよ、みたいな話をして、ここにくれたんだけど、それはね、やめる。ちょっと、なんか、バレそう。またなんか動画見てたら、この人、お兄さんがね。さあ、ある程度塗ったかな、ある程度。ある程度、あ、待って、ここ、ある程度塗ったから、まあいいかなと思ったけど、ここいいな、この場所。あ、どうなんだろう、ここって、あー、ここすごい、ここすごい、待って。あ、これどうなってんのこれ。え、これどうなってんのこれ。ここに隠れようか。待って、これすごくない？何これ？どうなってんのこれ。どこにこれくっついてんのこれ。このちょっと、なんかちょっとカメラワークおかしくなってる。あ、ちょっと、どうなってんのこれ。どこの壁にくっついてんのこれ。まあ、いっか。始まってます。お兄さんはどこにいんだ。みんなこんな感じでくれてるね。
はい、あゆべおにぎりさん、あゆべおにぎりさんがあれかな、僕のがこの前さっき言ったさ、あ、やっぱりあそこだ、あのインクレールのすぐ下真下にくれてるわ。さあ、あゆべおにぎりさん、お兄さんに見つかるでしょうか。あ、待って、これ僕が先に見つかりそうな顔するの結構近いぞ。カメラがちょっと見づらいな。ここカメラがちょっとバグってここまでしかいかない。なんかちょ、ああ、バカ、何してんの、ちょっと危ないな。待って、あいうおにぎりさん、あいうおにぎりさん、ちょっといい感じバレてませんよ。いいね、いいね。てかビーコンがこっちに3つ固まってんだよね。なんでこっちに3つ固まってるかっていうと、僕が適当に置いたからね。超適当に置きました、このビーコン。ごめんなさい。待って、これさ、あれ来てるね。これ見つかっちゃうかな。まあ、見つかりそう、見つかりますね。さよなら。いいよ、いいよ。ごめん、ちょっと今のね、見つかると思った。ちょっとチキンプレイしちゃったわ。でもあれは見つかってたから、逃げて、大正解。お兄さんどこにいるんでしょうか。あ、ああいうおにぎりさん、こっち飛んでるけど、これ見つかっちゃ、あ、見つかっちゃいじゃん。俺、ああ、死んじゃった。おにぎりさん死んじゃった。あと残りってことと、豚さんとマロンさんと僕の3人が残ってるね。で、残りのビーコン2つということで、さあ、これ逃げ切れるかな。あ、やばい、こっち来てる。てか、またお兄さんまたあれじゃん。待て、これちょっと一旦逃げるわ。逃げます。あ、どうしよう、大丈夫か。いや、一旦逃げるわ。バイ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 、プリ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 。てか、お兄さん、あれだ、若葉シューター使ってるね。なんで、若葉シューター人気なの？なんか、あ、待て！豚さんも倒されてんじゃん。あと、じゃあ、あと残り誰だ？あと残り誰が残ってんだ？あれ？全身だ？いや、違う。マロンさんが残ってる。マロンさんが残ってるぞ。あ、てか、待って。あ、そっか。ガチホコのマップだった。ホコ台使いはさ、マロンさんのとこ行けんのか、この場所。あ、待って、ここ強いな。え、っていうことはさ、この岩隠れられるじゃん。え、待って。この岩に隠れればよかった。ちょっと待って、この岩にくくる。まあいいや、この岩にくくるのはね、別の動画でまたやろうかな。いやー、だから見つかっちゃったの悔しいなー。で、マロンさん、ここにいるんだよね。もうこれかな、価値格かな、マロンさんの。マロンさんの価値格っぽいなー、ちょっと。終わりそう。2、1。いやー、ということで、マロンさん、ただ一人、見つかりませんでした。ということで、あ、お兄さんね、リスポーン地点全然打てないね。はい、ということで、今回もスプラトゥーンクロームやってみたわけなんですけども、いや、アロバナモールの場所どうですか？あの、イカちゃんが浮く場所？あそこどうですか皆さん。いや、結構僕強いと思うんだけど、いや、あそこ見つかっちゃうのかな、わかんねえな。そもそもあんまあそこ来ないもんね、お兄さんがね。ということで、この動画が面白かったら、チャンネル登録よろしくお願いします。高評価もね、忘れずによろしくお願いします。ということで、また見てください。では。